ピッピン2世はフランク王国の救済、中ピピンとも呼ばれる。ピッピン1世の娘ベッカとその夫アンゼイゼルの子。メロビィング長のフランク王テウデリク3世は彼を排除しようとしたが失敗に終わり、イゴピピンはアウストラシアの事実上の統治者となり、他のフランク族たちへの影響力も維持し続けた。またこの頃にはアウストラシア救済職は、 ピピンの一族による世襲化が定着した。670年頃、ピピンはモーゼルの地主の一族出身のプレクトルードと結婚し、息子のドロゴ、グリモアルド2世を設けた。687年、テルトリーの戦いで、ネウストリア軍に勝利し、以後、ピピンはアウストラシア、ネウストリア、ブル軍との救済を兼ね、徐々にフランク族の宮廷内での牽制を増していった。 700年頃に、ネウストリア救済の地位を、次男グリモワルド二世に譲った。714年に、ピッピンが死去した時、二人の息子はすでに死去していたが、グリモワルド二世のコテウドワルドは自らが正当な、後継者であるとして、プレクトルードの援助の元救済職を要求した。しかし、側室アルパイダとの間に生まれた諸子の、カール・マルテルは、軍事的才能と戦利品を気まえよく、 配ったたことによりアウストラシアの支持を得た結果、プレクトルードの努力にもかかわらず、カール・マルテルが、アウストラシア救済及び、フランク王国の事実上の支配者となった。制裁、プレクトルードとの間には次男を設けた。即室アルパイダとの間に諸子を設けた。ありがとうございます。